こんにちは、前田新京整骨院です。この度はですね、全く業務とは関係ないんですけども、最近ですね、愛野町の中村眼科院の先生からですね、ご紹介を受けまして、僕はたまに参加させていただく会があるんですけども、雲仙市の倫理法人会といってですね、会社の経営者さんたちが朝の6時ぐらいに集まって、経営のことだったりとか倫理環境といいますかですね、例えば挨拶をしましょうとか、靴を並べましょうとかっていうようなセミナーが行われてるんですよね。はい。で、一応僕もですね、まだそこに入会はしてはいないんですけども、そこで僕が今現在いろんなところで講演してる内容でも、よければその倫理法人会の方でセミナーをしてほしいという依頼がありましたので、正式にはですね、令和2年、2020年の2月6日木曜日の朝6時にですね、おそらく場所は書いてないんですけども、小浜町、雲仙市小浜町の宅島建設の2階だと思います。はい、の宅島建設の2階でですね、テーマはまだ決まってはいないんですけども、経営者さんたちの健康にまつわる、テーマに沿ったものをちょっとですね、お話ししていこうかと思っております。はい、こちらの方はですね、一般の方々も会社を経営してなくてもですね、参加することができますので、もしその朝の6時、2月6日木曜日の朝の6時に参加したいっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひ僕の方にですね、ご連絡をいただけたらありがたいなと思います。ご連絡の方は、電話番号0957-36-3810、0957-36-3810、もしくは患者様に至っては、Facebook のメッセンジャーだったり、LINE で、前田新京整骨院に、ちょっと行ってみたいんだけどっていうことをですね、表明していただけると、僕もですね、事務局の方に連絡して、その旨をお伝えしますので、もしよければですね、皆さん、経営者の健康イコール、皆さんの健康にも携わってきますので、もし聞いていただける方がいらっしゃいましたらですね、来てください。僕自身もですね、もうほとんど知らない方たちばっかりなんで、患者さんが一人でも二人でもいるっていう状況があると、すごくなんか心が落ち着きますので、もしよければですね、一人でも二人でも多くの方が聞きに来ていただきたいなと思っております。はい、今日も動画を見ていただきありがとうございました。よければチャンネル登録、もしくはコメントの方ですね、もしよければお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。